どうも、タカキートです。実はこれ撮り直しです。朝一番に、ズームっていう、新しい、スカイプに変わるんじゃないかと思われる、ズームっていう新しい、情報配信サービスを使って撮ってたんですけど、それで、一人ミーティングをしながら、ズームミーティングっていうプログラムを使って、一人ミーティングをしながら、その録画を撮っていたんですけれども、ストリーミングというか、ズームのサイトで、それを、処理して、それを、MP4 の形でこちらにダウンロードするっていう、そういう仕組みみたいなんで、撮ったものが全部消えてしまいました。今日はもう一つ別の新しい Web 配信システムについてお伝えしようと思います。ただしこれWeb 配信システムというよりは、ちなみにミクサーというみたいなんですけど、MIXER と書いてミキサーと読むみたいなんですけど、何のためのプログラムかっていうと、インターネット上でネットでゲームをしている人たちがそれをシェアして、みんながそれをワイワイ外野で見るみたいな、もしかしたら参戦もできるのかもしれません。なんかそういうサービスがマイクロソフトの方から出てて、で昨日そのミキサーを使ったあるウェビナーを閲覧していたんですよね。でそのウェビナー自体はウェビナー専用のページがちゃんとあって、そこに行くように、そしてパスワードがかかるようになってたんですよ。で、そのサイトに行って、待っていたんですけども、その間に、これミキサー使ってるんだなということが分かって、で、そのミキサーの本家のページに飛んだんですよね。で、そこで、ログインして、スタンバイしてたんですけど、始まると同時に、面白い現象が起こったんですよ。それが何かというと、一気に何百人という人が、ウェビナー見ますよね。そうすると、外野がわやわやわやとし始めたんですよ。なんでこのページこんな今閲覧者数がいるの、それに誰の口も動いてないじゃんって、何が起こってるの一体全体、声は聞こえるけど誰が喋ってるのかわからないって言って、で上には、2つ画面があって、そして右上の方に少しちっちゃいウィンドウがあって、そこが配信者っぽく見える、その隣にペンギンさんのイラストがあって、これは一体誰が喋ってるんだみたいな、きっと右上の角にいるスーツ姿の男がビジネスミーティングをしているんだろうみたいな、そんなやり取りが、英語で交わされていたんですよね。それでなんというか面白いなと思ったのは、要するに彼ら、言い方は語弊があるかもしれませんけど、ネトゲ廃人っていう感じ、最近WHO で国際保健機関で、ネットゲーム依存症っていう新しいガイドラインが作られましたけど、そういうジャンルの人たちじゃないかなと思うんですよ。ずーっともうウェブサイトに張り付いてるっていうか、結局そのウェビナー2時間半ぐらいあったんですけど、そのウェビナーの間中ずーっと張り付いてましたから、その人たち。それも外国人だから日本語はわからないにもかかわらず、こいつらは一体全体何をしてるんだ、なんでそもそもこのネットゲームとかの集まりをしてるような、そういうミキサーのチャンネルでこんなビジネスミーティングをしてるんだっていうことで、非常にざわついてたんですよね。それを見てるのがすごく面白かったっていう、そういう裏話があるんですけれども、もしかしたらこれはただの、設定ミスかもしれないし、こういうことが起こるってことも想定してての、あえてスルーしてたのかもしれません。結局そういうところに制限をかけたりとか、いろいろな小細工をしたり設定をしたりするの面倒なんで、少々ウェビナーの内容が漏れてもいいじゃないかっていうふうなことを思っての、開き直っての展開なのかなっていうのを、思ったわけでもありません。はい。でとにかくその画面はですね、2つ大きくスプリットされてて、紫色の下着の女性と、あともう一人、直立不動の、男性と、右の上の方に、スーツ姿を着た人の、アイコンとっていうのがあったんですけど、その外野の騒いでいたの、もう一つ面白かったのは、女の人のボディーガード、スーツ姿着てまして、ボディーガード、若くてなんか強そうにはあんまり見えませんでしたけど、ボディーガードと、外野の人たち言ってて、なぜボディーガードは顔があんなにまっすぐで動かないんだっていうことで、不思議がファニーだファニーだっておかしいって言ってました。自分も見てて、なんでこの人全然動かないんだろうっていうのは思ったんですけど、すごいですね。自分はどちらかというと体が動いてしまう方なんで、あの不動さっていうのはちょっと見習いたいなと思います。これもう完全に余談なんですけど、それにしてもネットの方ではその女性が、ずっと黙ってこう発話者の話に耳を傾けてるわけですけど、表情をいろいろ変えるわけですよ。その表情を見て、あ、この可愛い笑顔とか、あ、怒ってる顔も可愛いとか、この女の子すごいホットだねみたいにすごく盛り上がる。女のその、外国語だから外国人の人は日本語がわからないから話の内容で盛り上がれないので、そういうところを見て盛り上がってるんだなというのを面白かったところなんですけど、すごくびっくりしたのは最後の最後、2時間半ぐらい経ってその最後の方にその、ずっと2時間半見てた人たちが、いや、これは何か重要なことが行われてるかもしれないから、ちょっとフォローしとこうみたいな、そんなことが起こって、外国語なのにこの好奇心を持っているこの外国人たち、ネトゲ廃人たち、意外とすげえかもっていうのを、ちょっと思ったりしましたね。はい。ちなみになんか、チンチントランスレーターで、訳しながら聞いてみようかなみたいに言ってる人もいたんで、いろんな人がいたらいろんな発想ができるんだなっていうことを思ったし、あとやっぱり、一番大きく思ったことはですね、自分が日本語ができてよかったなっていうことですね。というのも、そのウェビナーの中ではやっぱりすごい重要な話が展開されてて、聞くだけで得になることを喋れってよく言われてますけど、まさにそんな聞いといてよかったなと思うような情報がいくつか散りばめられていました。その一つだけ、今日は紹介したいなと思うんですけど、自分最初に、冒頭の方でその話を聞いて、ああ、なるほど、そういうことかと思ったことが一個あるんですよ。それ何かっていうと、例えばですよ、木にフルーツが、木が生えていて、そこに実がなっている。それをみんなでこう思い出分けてたら、その例えばリンゴだったらリンゴを100個なってるとしたら、100人で分けたら1個ずつだし、1人で独占しようと思ったら100個だし、そこには喧嘩が起こるしみたいに、その有限なものだと取り合いが起こる、資産の取り合いが起こるわけですよ。これが資本主義だったかな。その話はこの前してなかったんですけど、別のところで聞いたんですよ。資本主義、本当の資本主義は、ちょっとこれ復習しておきます。またどこかでお話しすることがあるかもしれません。で、その話、何が言いたかったかっていうと、その、木になってるものを取り合うと、もう早い者勝ちだったりとか、力があるもの、お金があるものが、取ってしまって、その貧しいものをこう指をくわえて見てるだけみたいなことが起こるけども、もしあなたがですよ、その実の種を植えたならば、その種はやがて木になって実ができます。そうすると、その実はあなたのもの。毎年、あなたのために実をつけてくれるんですよ。でもその実をつけてくれるまでには時間かかるかもしれない。でも大事なのは、あなたがその種を植えて、あなたがその木の所有者になって、あなたがその実を実らせて、その実の実りはあなたの自由自在っていう、この発想に至らないといけなかったんだっていうことに、昨日気がついて、聞いてよかったなと思ったんですよね。日本語ができてよかったなと思うんですよね。よかったです。もう、ちょっと口やすべて、もう一つ、余談なことを言うんですけど、あともう一つ聞いててよかったなと思うのは、必要なものは目の前に必ず現れる。だから何かを探そうと思って情報源、そのものを探しに行ったらダメらしいんですね。で、必要なものは、こう、脳には毛様体不活系、RAS っていう毛様体不活系っていう機能が働いています。自分が本当に必要な情報っていうのは自分のちゃんと目につくようになってるんですよ。だからこう自分がこの道だ、自分の道だと思ってしっかりこう信じて歩いていると、そこに必要なものってポン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 って情報かもしれないし、人かもしれないし、お金かもしれないし、経験かもしれないし、いろんなものがちゃんと現れてくる、出現する。それを信じて、キョロキョロするんじゃなくて、信じて道を行くっていうことですね。それを教わってよかったなと思うんですよね。で、なんでかっていうと、結局情報ってあるんですよ。存在してるんですよ。ただそれが目に入るかどうかなんで、探す必要ないんです。あるんですから。そういうことと、例えばですけど、昨日のウェビナーの情報って実は今ダダ漏れしてるんですよ。パスワード知らない人も見れる状態にあるんですよ。まあ言っちゃっていいのかどうか分かりませんけど、自分は昨日、あ、これミキサーでやってるって思って、ミキサーから、ミキサーのページに飛んだんですよ。で、そこで、今までの過去のストリーミング配信が見れるということに気がついたんですよ。これは、配信者側の設定ミスか、まだ、プログラム側のバグなのか、ちょっとよくわからないんですけど、今の状態だったら、スマホで情報がダダ漏れっていうことで、自分も今朝もう一度見直したんですよね。まあ2時間半あるんで一部しか見なかったんですけど、という感じで、情報はあっちこっちに、まあ、ダダ漏れしてるわけです。だから、うん。本当に、その情報を必要としてる人には、いちいちこう制限をかけたりせずにも、本当は、なんか、神様って、必要な情報をちゃんと渡す手順、その人に一番ふさわしいやり方で、ふさわしいタイミングで、ちゃんと必要なものに出会わせてくれる配慮ってしてくれてるんだなっていうふうに思います。まあ、ただ見するのがいいとかそういう意味ではないんですけど、自分が必要な情報っていうのは必ず手に入るっていうことなんで、安心していればいいのかなというふうに思いました。だから、そんな感じで昨日の有料のウェビナーもダダ漏れで、見ようと思えば見れる状態、情報っていうのはあるんだ。自分が本当に必要としているものっていうのは必ず手に入る、必ず出会うっていうことになってるんですよ。だからですね、まあ、今自分もこういうふうな話をしてますけど、もしかしたらあなたが今必要な情報なのかもしれません。で、今自分があなたに提供したいと思っている情報は、X-Buddha っていうプログラムがあって、その中には、例えば、これからのビジネスのやり方とかコミュニケーションの仕方だとか子供との、まあ、対話の仕方とか子育ての仕方とか子供の IQ の伸ばし方だったりとか夫婦関係のコミュニケーションの仕方、絆の強め方、信頼の強め方、家族をリードするリーダーシップ、あるいはもう自分自身をリードするセルフリードの仕方、チームをビルディングしていく組織力だったりとかマーケティング力だったりとか、まあ、学校教育ではない新しい教育システムのあり方だとか物事の暗記の仕方、まあ、吸収の仕方、学習の仕方、そして、それをアウトプットするやり方だったりとか、まあ、他にもいろいろありますよね。まあ、自分が一番やっぱりダメになったなと思うのは子供との関係かな、妻との関係かなというふうに思います。そういうふうに人間関係ももう1ステージも2ステージももしかしたらもう7ステージぐらい変わるぐらい人生が変わるヒントっていうのがもうたくさんのエッセンスが詰まった X-Buddha っていう、まあ、教材があるんですけど、それを、まあ、お伝えしたいなと思って毎日日々配信しているわけですね。それで、まあ、なんでじゃあ自分がそんなまあオンラインの保険屋みたいななんか代理店みたいな紹介してそこからバックマージンもらうみたいなそういう仕組みなわけなんですけど、なんでそんなことしてるかっていうと、結局情報を知りたい人に届ける人がいないと情報っていかないじゃないですか。だから自分はその役目ができるんじゃないかなと思ってやっています。なんでかっていうと、みんなの、まあ、人間関係のトラブルが解消したりとか、そして、まあ、家族関係がもう堅固なものになってもう家族のことは何も心配せずに仕事に集中できるとか、新しい経験ができるとか、いろんなことに取り組めるっていうことを、もういろんなことがもう回り回って、日本全体が底上げされるんじゃないかなと思うんですよね。一人一人が、あ、生きるのって面白いな。なんか毎日楽しいな。あ、人生ってこういうことかっていうことに出会ってほしいと思っているんですよ。で、今の日本の固定概念とか、学校のシステムとか、就職制度とか、それだとちょっとね、壁がすごくあるんですよ。ブロックされてるもの、見えさせてもらえてないものがめちゃくちゃあるんですよ。それに、まあ、3年ぐらいかかりますけど、気づくんですよ。それを伝えたいなと思って、こんなことやってます。まあ、とにかく情報はたくさんあって、なんか、あなたはそれを選べるんだ。出会えるんです。だから今この話を聞いてこの下にあるリンクとかがピコーンピコーンって光って見える人は今すぐクリックをするべきかなと思います。それではまた明日お会いしましょう。チャオ。